はい、こんにちは、佐々木です。今日はね、アクリューさんから届きました。レザーのハンドストラップ、そちらの方が届きましたので紹介したいと思います。はい、こんな感じで入っております。はい、あとね、アクリューさんの革の説明とか、ね、こだわりの書いてあります。革のね、歯切れがいっぱい入ってますね。あれ、これ頼んだっけな。封筒の中にね、まずこれメリークリスマスフロムアクリルってね、あとはレザーストラップのね、取り付け方法、納品書ね、カワハイドレザーカメラグリップベルト41ワンレフのキャメルということで、書が来ておりますが、あれ、さっきのこれなんですかね。革の歯切れがいっぱい、プレゼントですかね。はい、ありがたくじゃあ受け取りたいと思います。あ、すいません、アクリューの方、ね、カメラグリップを頼んだら革の歯切れがいっぱい届きましてありがとうございました。いいんですかね、使ってね、ありがたく使わせていただきます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあね、オーダーしたやつ、こちらプチプチに入ってます。それをね、やってみますね。はい、こんな感じです。おしゃれでしょう、これ。はい、アクリルってね、入ってますね。じゃあちょっと開けてみますね。はい、出しますよ。じゃ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 ん。はい、出ました。これがね、カメラ本体の底にね、取り付けるパーツになってて、で、このグリップ部分、裏がこんな感じで、表これね、僕がお願いをしてた刻印がこちらの方に入っております。はい、ね、ローカルベースと入れていただきました。まあ、本来はここにね、アクリューって入るんでね、まあ、そっちの方が、まあ、かっこいいっちゃかっこいいんですけど、まあ、一応せっかくなんで僕のね、まあ、ブランド名というかいつも使ってるローカルベースという文字を入れさせていただきました。いや、嬉しいですね、やっぱりね、手作りのものっていうのはやっぱり血が通ってるね。まあ、機械で大量生産したものが悪いとは思わないですけど、やっぱりね、こういう手作業のものっていうのはやっぱり魂がやっぱり込められてると思うんですよね、やっぱりね。だからこういったものを本当に僕は大事に使っていきたいと思っているので、すごく嬉しいです。はい、はい、こんな感じですね。はい、こっちがカメラのね、底面につけるところで、ここがグリップ部分で、こっちにね、通し穴に通す部分になっております。ではつけてみますね。はい、ね、つけるカメラはこちらになります。じゃじゃん。はい、このね、大好きな EOS60D でございます。こちらのにね、つけます。今まではこうね、ちゃんと首からかけられるように長いストラップをつけてたんですけど、開く PC バッグを買ってからカメラがバッグに収納できるようになったんで、首からかけたり肩からかける必要性がなくなったので、で、今回ね、アクリューさんのサイトで注文をさせていただきました。濃い 60D にどうハマるのでしょうか。はい、着きました。こんな感じです。はい、こんな感じで着きました。かっこいいですね。どうすか、どうすか、
シャープの味ですね。こんな感じでつけます。でね、だいぶハンドグリップをつけることによってこう安定するわけですよね。カメラがね、でね、手を離しても落ちないですし、手で持った時にこのグリップ力が増してですね、まあカメラ自体が安定をするというものです。まあそれより何よりこの見た目ですね。まあこのかっこよさ、これかっこいいでしょこれ、ね、やっぱり、ね、革のここのね、やっぱり厚み、ここね、ブニュブニュっと手にも優しいあたりでね、すごく感触がいいですね、革のね。はい、こちらの方もね、使ってるうちにだん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 また色がね、変化してきたりとかするので、それもちょっとね、楽しみにしたいなと思います。まあ、アクリューさんはね、まあ、このレザーのストラップ以外にも普通のネックストラップとか、あとカメラ用のバッグとかね、とてもいい革を使ってね、商品展開をされているお店ですので、本当に、おすすめのお店だと思いますから、皆さんもね、下の方にサイトの方のリンクを貼っておきますので、まあ、興味のある方はね、まあ、ぜひ見ていただいて、このこだわりのある、製品をね、ぜひ手にしていただきたいなと思います。はい、ということで今日はアクリューさんのね、一眼レフ用の、レザーストラップの紹介でございました。ではまたね、次の動画でお会いしたいと思います。さよなら、バイバイ。やった。